こんにちは。突然ですが、皆さんはこのおもちゃを知っていますか？こちら、イタイワニーです。口を開けて、虫歯の歯を押してしまうと、噛まれます。痛くはないワニー。厄介なことに、口を開けるたびに、虫歯の位置がランダムに変わるんですよ。今日はこの、なぜか、ワニワニパニックとも認識されている、痛いワニーの、中身の仕組みを、解説したいと思います。では行こう。先日、生放送で中身を作る、配信をしてみました。今回は、実物も買ったので、分解して、実物を見ながら作りました。物理エンジンで説明しやすいところは、物理エンジンで説明して、その後実物の動きも確認して、理解を深めましょう。作業配信もまたやろうと思います。完成。緑の部分が、上顎と思ってください。消しときます。中身は、こんな感じになっています。上顎を持ち上げると、中の軸も一緒に回転します。その時、繋がれたバネが伸びます。このバネは縮もうとするのですが、引っかかりがあってここで固定されます。さらに、軸には歯車もついています。この歯車の役割ですが、歯車が回転することで、横の薄い板が弾かれます。板が弾かれることで、音が鳴ります。これがガリガリガリという、ギアが回るような音です。この音を出すためだけに、この歯車はついています。面白いですよね。さて、このストッパーですが、板ごと下に押すことができます。押すとストッパーが外れ、バネの力で軸が回転し、上顎が折ります。つまり、この上顎が上がった状態で、ブーメラン型の白い部分を押せば良いわけです。見てわかる通り、ブーメランの場所によって虫歯の位置が変わり、場合によっては虫歯は2つあるということです。押すと上顎が戻ると同時にブーメランも回転します。虫歯が2つというのは意外な事実ですよね。では、どうやってランダムに変わるのか。顎の軸が回転するとき、何やらスライドするものがあります。このスライドするパーツの先っぽが、ブーメランの歯車を回転させます。そして上顎が降りると同時に、またブーメランを回転させます。この回転する量が一定ではないので、虫歯がランダムに変わるということですね。ただ、なかなか物理エンジンでは、そこまで再現できなかったので、実物で確かめましょう。ということで、分解してみました。まずは歯の裏側を見てみましょう。歯の裏側はこんな感じになっており、プラスチックの柔軟性を活かして、スイッチの仕組みを作っていました。見ると同時に、すべての歯が戻るようになっています。ではこっち。軸を回して、ストッパーに引っ掛けます。ストッパーが外れると元に戻ります。音を鳴らす部分はこんな感じ。ブーメランもこんな風に回転します。そして白い部分を押すと、戻ります。戻るときにブーメランも回転しますが、歯との摩擦で戻る量が違ったりするかもですね。そして、上顎を持ち上げる勢いもブーメランの回転に影響を与えそうです。どうでしたでしょうか？つまり、上顎の動きとブーメランの回転量が完全にはリンクしていないので、ランダムに変わるってことですね。頭良すぎ。